上溝駅は神奈川県相模原市中央区上溝7丁目にある東日本旅客鉄道相模線の駅である。開業当初から1944年までは現在のバンダ駅が上溝駅と称していた。単式ホーム一面一線を有する相模線唯一の高架駅で駅舎は高架下にある。橋本駅管理の業務委託駅で 自動券売機、自動改札機、自動生産機設置。なお、早朝、深夜は、乗車駅証明書を取って着駅にて生産する。エレベーターエスカレーター、多機能トイレ、展示運賃表設置。飲料販売機、公衆電話、公衆トイレヌーデー,デーズあり。2001年4月8日に高架化が完成した。これにより、高し下両側にまたがって、 バスターミナルを含む駅前広場が整備された。高架改善は築堤上に一面一線の短式ホームと平屋の駅本屋を持ち、階段でガード下の県道と連絡する構造であった。なお高架化に際してわずかに東に移動している。2016年3月4日をもって、緑の窓口の営業が終了し、出冊窓口が閉鎖された。 緑の窓口の代替として2台設置されていた自動券売機の1台を多機能券売機に入れ替えている。2020年度の1日平均乗車辞任は4689人である。毎年7月下旬に行われる神溝夏祭り会場の最寄り駅であるため開催日には混雑する。近年の1日平均乗車辞任の推移は下表の通りである。 上水は相模原市のかつての中心地で相模原町時代には町役場があった。駅北側には相模原グリーンプールや野球場を併設した横山公園があり、駅東側の高台には三菱重工業の宿泊施設、三菱重工相模クラブがかつて存在していた。駅西側には様々な商店や飲食店等が軒を連ねている。 上溝駅、バスロータリー駅前にバスロータリーがあり、神奈川中央交通東が運行する路線バスが発着している。停留所名は、上水で、駅の文字は入らない。2001年4月に、駅前広場が整備されるまでは、相模線ガード下の県道上に、上溝駅か停留所が設けられ、約300メートル正方に、 上水と称する小規模なバス折り返し場があった。駅前広場の完成とともに折り返し場が移転する形で駅前にバスロータリーが設置された。なお、元の上水停留所は上溝中央に解消されており、その後も数年間はバスの待機所として使用されていたが、現在はカンナ中システムプラン運営のミスタードーナツになっている。戦前は 南橋本駅との間に、柵の口駅が置かれていた。ありがとうございます。